見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。第二の給与になっているのがおかしい。先週、古くから指摘されてきた文通費、文書通信交通滞在費問題が再燃した。発端は、11月1日の衆院選で初当選した小野泰輔衆院議員、日本維新の会のツイートだ。https://twitter.com/taisuke-onno/status/14590787063071685。また、同氏のノートには、歳費、いわゆる給料、は日割り計算、約3万円、となっているのですが、文書通信交通滞在費は満額の100万円が支払われました、との記述がある、https://note.com/小野泰輔/n4a88f38566dd。これに対して13日、吉村博文大阪府知事が、どうやら1日だけでも国会議員の身分となったので、10月分、100万の札束、満額支給らしい。領収書不要、非課税、これが国会の常識、おかしいよ、と応じたことがさらなる話題を呼んだ、https://twitter.com/広吉村/status/14594464813500000。すると、16日には、自民茂木敏充幹事長と公明山口那津男代表が相次いで、日割り計算に賛同した。18日には、自民と立憲民主は日割り支給にする法改正で合意している。実は、文通費問題は、維新のお箱だ。これまで、14、16、1年に文通費の使途公開を提案している。実のところ、文通費については、日割りは大した問題ではなく、使途公開が肝だ。日割りにしたところで、結果的には新人議員の最初の月と落選議員の最後の月しか意味がないからだ。文通費が領収書なしで、第二の給与、として使われていることこそが根元問題だ。文通費が非課税なので、実質的に歳費より大きいので、こちらの方が、第一の給与、とも言える。時効がやりたくない、領収書公開。この話は、かなり前からあった、001年11月の、衆議院改革に関する調査回答審では、立法事務費及び文書通信交通滞在費は実費弁償的なものであり、議員活動に必要不可欠であるものの、領収書等を付した使途の報告書の提出を義務付け、報告書を閲覧に供するべきである、と書かれている、https://www.sugiin.go.jp/internet/it-andarbar-nisf/html/static/5/h3/動き/159353/153著作 htm。 なお、海外では、例えば米英では、領収書を添付して申請書を出して払い戻されるという、日本の民間会社と同じ方法だ。国会は0年以上前の答申を実行できないとは、情けないを通り越して言葉が思いつかない。今回、維新は日割りに加えて文通費の領収書公開も提案しているが、自民と立民は領収書公開には消極的で、日割り支給の法改正だけで逃げようとしている。ここで、国会議員の諸手当を振り返っておこう。国会議員に関する基本的な仕組みは憲法に書かれている。議員特権と言われるものは、歳費特権49条、不逮捕特権50条、発言免責特権51条だ。ここでは、歳費特権49条を取り上げたい。憲法49条では、両議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受けると書かれて、それに基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、歳費法が定められている。